過去のトラウマに苦しむ犬。人間と同じように犬も非常に強い恐怖体験やストレスを受けることが原因で心に傷を負います。これをトラウマと言います。トラウマは一度抱えてしまうとなかなか治すことが難しいと言われています。犬との信頼関係を築いてトラウマの原因を探りながら恐怖や不安に触れさせないことが大切です。カナダ西部のアルバータ州で保護されたこちらの犬はウィジー。イタリアングレーハウンドのウィジーはシェルターで安全に暮らしていました。しかし音の出るおもちゃ、小さなハエの音、些細な音にさえパニック状態に陥ってしまうのです。その原因は元の飼い主に大きな音で威嚇されていたからだそうです。犬種的にもイタリアングレーハウンドは神経質で繊細な性格のため大きな音はウィジンにとっては耐え難いものだったのでしょう。そしてこちらの犬の名前はハム。ハムは犬4匹とオウム、馬やカメ、豚、そしてフラミンゴなどたくさんの動物たちと一緒に暮らしています。そんな大家族と暮らすハムですが、ハムもまた大きな問題を抱えていました。それは夜リビングのベッドで眠りにつくハムですが、30分おきに目を覚ましてしまうのです。それはこの家族が夢ではないのか、変わりないかを確かめるための行動でした。ハムの元の飼い主は世話をすることが面倒になり、ニューヨーク郊外の無人の別荘にハムを閉じ込めました。そしてハムはその別荘の窓辺から通り過ぎる人たちをただただじっと見つめていたそうです。その後、動物保護のボランティアの方に保護されたという過去を持っています。ウィジーもハムも元の飼い主による精神的なダメージを受けてしまい、心に傷を負ってしまったのです。幸い2匹ともに時間はかかっているものの、少しずつ回復に向かっているそうです。ウィジーは3年という月日をかけ、ようやく人間に心を開くことができました。一方のハムも30分おきに目覚めていたのが2時間おき、4時間おきと少しずつ眠れるようになってきているそうです。いつかは朝までぐっすりと眠れるといいですね。こうして少しずつトラウマを克服しているウィジーとハムですが、家族の愛情が一番の薬となったのかもしれないですね。一度心に傷を負ってしまうとなかなか治すことが難しいトラウマ。犬は飼い主を選べません。犬を飼うと決めたら、その子の生涯を幸せにしてあげてほしいです。そしてたくさんの愛情を注いであげてほしいです。犬は私たち人間にたくさんの幸せを与えてくれるのですから。最後までご視聴いただきありがとうございました。